はい、ということで皆さんこんにちは。こんにちは。お久しぶりですけども、僕ら二人は元気にやっております。はい。はい。ということでなんで今回この動画を撮ったかというと、今月からまたカバー動画の方をまた再開したいなと思っております。はい。はい。ということで今回歌った曲は、はい、ゆうりさんのドライフラワーでーす。Yep。Yeah。まあすごくね、最近流行ってる有名な曲ではあるんですが、まあ、僕らなりに、精一杯歌わせていただいたので、うん、はい、ぜひ聴いていただければなと思います、はいはい。で、まあ、YouTube これは前からやってるんですけども、ぜひ今回のカバー動画をきっかけでも、何でもいいのでコメント欄のところに YouTube チャンネルの URL を、貼っておきますので、ぜひ1回でも、遊びに来てくれた方は、チャンネル登録をしていただければなと思いますので、よろしくお願いいたします。できればね、まだチャンネル登録者数が少ないので、はいはいはい、1000は目指してね。なんかその YouTube を使って、はい、まあ有名になっていく人もいるし、うんうんうん、まあそういう風にどんどんになっていけばいいと思うけど、うん、なんかその僕たちの歌っていうのをオリジナル以外でも、うん、なんかそういうカバーとかで、うん、なんか魅力をこっちも出したいし、うん、でそれを受け取ってもらって本当に良かったら、もうなんかコメントとかも全然フリーにしてるから、座って、はい。なんかね、いろいろなんかあそこもうちょっとこう歌ってとか、そういうのもいいし、なんかそういう、うん、なんかそういうアクションをもらえるように、はい、これからも頑張っていこうと思うんで、はい、もちろん ね、あれだよね、あのカバー動画以外のオリジナルの曲だったりとか、うん、そういったものも、YouTube チャンネルにありますので、はい、ぜひ見ていただければなと思います。思います。はい。でそしてまあ YouTube もなんですけども、引き続き、僕ら新しいアルバムの方を今制作中でありまして。まあ、その楽曲もね、このなかなか人前に現れなかった期間にどんどん曲数も増えていっているので、うん、その中から何曲かをね、これから定期的にちょっと皆さんにつまみ聞きしていただければなと思いますので、うん、はい、まあ、SNS、Twitter だったり、Instagram などで発表していきたいと思いますので、そちらもぜひチェックして拡散していただければなと思います。はい、お願いします。はい、ということで以上、ツートンクラでした。ありがとうございました。